8月22日は、グレゴリオ歴で年始から234日目にあたり、年末まで、あと131日ある。ボズワースの戦い。リチャード三世が戦死しバラ戦争が、事実上集結アフリカ系奴隷の反乱、ハイチ革命、始まるワイト島一周ヨットレースで、アメリカ号が優勝、アメリカスカップの始まり、第1回ジュネーブ条約締結。 国際赤十字保足日韓併合条約締結。画像は順州の全権委任状。ルーブル美術館からモナリザが盗まれる。詩人、アポリネイルや画家ピカソが疑われ逮捕された文句の叫びとマドンナが盗まれる数学者、伊藤清第1回ガウス賞受賞物理学者、発明家ドニパパン誕生。圧力鍋などを 発明印象主義音楽の作曲家、クロード・ドビュッシー誕生。シュリンクスを聴く作家、コーダ・ロハン哲学者、マックス・シェイラー作家レイ・ブラッドベリー。中国の政治家、鄧小平作曲家カール・ハインツ、シュトックハウゼン・ローマ教皇・グレゴリウス九世、フランス王・フィリップ六世、清シの第九代皇帝、皆、豊か帝ロコ・コキの画家、ジャンオ・ノレ・フラゴナール・ボツ。画像は、 読書する、娘、作家、長谷川渋れ作家、詩人、島崎東尊没。作家ロジェ・マルタン・デュガ・あル・ボツ。代表作、チボ家の人々第35代日本国内閣、総理大臣、平沼木一郎第21代ブラジル大統領、ジュセリーの首チェック、自動車事故死ケニアの初代首相、大統領、ジョムケニアたロシアの国旗ディエゴ・ベラスケス、聖母、マリアの大官。 ししぐー。ありがとうございます。